一見古本屋の旦那さんって感じするんですよ。失礼しました。しかしですね、はい、この人がいろんなこう、まあ、秘密というかですね、はい、握ってるわけですけども、うん、さあここでちょっと先生に古武術にこう、まあ、始めたきっかけっていうのはこれ、まあそれは話すと長くなりますね。まあ簡単に言えば、その人間にとって自然な動きとは何なのかなっていうか、そのまあ自然に生きるっていうのはどういうことかなっていうのを、まあ体を通してやりたいなという。体を通してやりたいな、はい。古武術研究家河野義之、桑田をはじめ多くのアスリートに影響を与える一方、その理論は幅広い分野に応用されている。そこでまずは日常生活に役立つ簡単古武術を学ぶ。重いものが軽くなる術その1、酔っ払って寝てしまった人や介護を必要とする寝たきりの人、これを起き上がらせるのは重くて一苦労。そんな時古武術を使えば驚くほど楽に。はい、いや重いよ寝てる人は。無理でしょう。ブクブク太りやがって。お前もだよ。これ無理です。さあ、じゃあこれを先生は片手で起こします。そうですよ。これ無理ですよ。先生お願いします。まあこれをご覧になってる方も見ただけでできるようになる方法でやりましょう。でこれはまあ軽くこうしてですね。それでこれもさっきのでまず。どうしても心理的に手のひらでこうやりたくなるけど、そうじゃなくて手の甲で、それでまあこれあの、まあ、こっちにこう手をついた方がいいですね。でつく時こうやるとちょっとこうなるから、まあ、こういう、まあ、チンパンジーとか歩く時にこうやって歩いてますけど、そういう感じでついて、それでこっち向いてますよね。それで大事なのはこの肩がこうならないように、肩が落ちた状態のまんまですね。それで余計なことは考えずにこっち向いてたのがこっちに向くように、ただおお、竹谷低下しただろう。いやいや、乗ってもいいんですよ。え、この上乗っても、僕乗ってもいいんですか。乗って、そう、これダブル優待になってる。ダブルですよ、これ。やっときに二人で優待になってる。こうなりますね。優待すげえ。まず手のひらではなく甲の方を上にして首を支える。逆の手は指先を折り曲げ相手の胴体と腕の間につく。この時持ち上げる側の肩を上げず固定するのがポイント。その状態からパノラマの風景を見るように視線を動かしていく。自分の体の向きを常に目線方向と合わせておくだけで相手を楽に起き上がらせることができる。いやでもね、なんでこっち向きにするだけで、だからこうなってるとここだけの腕力になっちゃうから。そうですよね。こうすると、はい、もうここからここからこう腰全体がこう向き変わってくるから、はい、分かる。そう、人間の体の構造上手のひらで持った場合は肩が上がり腕の力だけで相手を持ち上げている状態になる。しかし手の甲で持った場合は肩が上がらない上、腕だけでなく背中側の力も働くため相手が軽く感じるのだ。それでただスッと視線を回して行けば。あ、ほんとだ。おー、すげー、はい。続いて地べたに座っている人を楽に立ち上がらせるには難易度は少し上がりますが、コツさえつかめばすぐできます。これはだからね、じゃあここでこの時はですね、こうピタッとこうね、もう本当にこうピタッと張り付くんですね。かわいい。それでこう来て普通に喋ります。あれ、先生がやってると力入ってるように見えるんですよね。これ先生100キロでも大丈夫ですか。あ、やってみましょうか。よかったな、100キロで。100キロで得しましたね、はい、でも中村さんはこれは大変ですよ。骨格もしっかりしてるし、はい、100キロだよ。そういうこと。まずは
自分の体をできるだけ相手に密着させ、脇の下から両手を入れる。ポイントは最初に手の甲を自分に向け、肩を下げた状態で固定すること。そして一方の手を逆の手首に軽く引っ掛ける。こうすることで先ほどと同様、腕だけでなく背中の力も使うことができる。その状態から自分だけが立つ感覚で先に膝を伸ばし、次に上半身を起こす。すると相手も軽く立ち上がらせることができる。体は上半身を密着しながら足はただ自然に伸ばすような形で、ね、おいおお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 お肩が凝っているパパママ必見。赤ちゃんを楽に抱きかかえられる方法。まずは片手で赤ちゃんを抱え、一方の手の甲を自分に向け、肩を下げた状態で固定。手のひらを返して赤ちゃんを持つ。次に逆の手も同じようにすることで、これも腕だけでなく背中の力を使うことができるため、赤ちゃんが軽くなったように感じる。ちょっと皆さんやってみましょう。じゃあぜひ、はい、最初は、とりあえずこうね、とりあえずも最初はこう、それからこっちがこうですね、でこの手をこう伸ばすの、それで肩が落ちた状態、はい、それから肘から先だけを返す、返す、はい、そしてこれで支えたら今度は、はい、支えたらスッと、それで、はい、この肩をそういうふうに作っといてから今度は返す。返す。そうすると、お、あれ？ね、ずっとこう。どうですか？あれ？あ、回った、回ったよ。あれ？あれ？あれ？軽々。これは全然。わかります。実感としてあります。実感としてあります。もうここは変えずに肘だけ返して、スッと、はい、こういう感じ。そう、楽です。半減しました。本当に半分ぐらいの重さしか、なんか後ろから決まってるか、あの引っ張り上げてるっていう。あ、これらはすべて腕だけでなく背中の力も使えるという技だ。この先生ぐらいにまでなると全身を使ったこんな技が。座っている人を片腕だけで持ち上げる。一気に見てみようか、どうぞやってみてください。ちょっとお願いします。ちょっと僕ら持ち上げてみてもいいですか。そうだね、一回やってみていいですか。いいですか。ビリビリって痛いんです。お前、あ、無理です。それやると芸能生活終わっちゃうんですよ。これはね、ちょっとこう、君は握力が強そうだから、君の握力だけでいけるかな。しっかり、いやですね。で、こうして、まあ、このくらいだったら私がこうよいしょっていうんじゃなくて、スーッとという。すげえ。100キロ。え、一番選んじゃいけないことを選びました。もっとうんと引っ張ってみてくれる。そう。あのこれが私が喋りながらこういう。おっと。持ち上げる。なんで？すごい浮いた。何が起きたの？中村さん、君リアクションしろよ。これが全身の力を使うことで可能となる100キロ人間片手持ち。河野が繰り出す応用技は他にもまだまだある。すげえ。その前に、あなたはこの言葉を耳にしたことはないだろうか。それは現代の洋服文化になる以前、日本人が着物を着崩れさせないために編み出した歩き方。手足を左右交互に動かすことで力が前後に分散される現代の歩き方と比べ、腕を振らず同じ側の手足を同時に動かすその歩き方は、より効率的に前への力を生む。これにより体力の消耗を防ぎ、江戸時代の飛脚は1日になんと200キロもの距離を走破したという。さらに難波歩きはこんなことにも使える。階段が楽に登れる。
先生、ちょっと難波の方をちょっと。だから例えばこの階段でも、はい、あの一段飛ばしにやってみれば誰でもすぐ分かるのは、つまりこうやった方がずっと楽だっていうこと。はい、一段置きぐらいだとこうやるよりもずっとこの方が重心が動いてるから楽なわけですよ。今動きましたね。見てもわかると思うんですよ、はいはいはい、それがこれだったら、あ、本当だ、一段飛ばしではやりにくい、邪魔してる感じですね、こっちに重心が残っちゃうから、はいはい、だからこうやった方がいい。これはもう別に日本人じゃなくても誰でもやってみればもう非常に当たり前のことなんですよ。というわけでさくらがチャレンジ。まずは普通に、普通のやつで。なんだお前フラフラは。いやこれ意外ときついです、うん、そして一緒に、気持ち悪い。軽いね、やっぱ。すごいです、これ。軽いです、軽いです。この後、ホーム